6月10日の運動塾通信をお送りします。世界の金融システムは分裂の危機にある。今日4日目です。アメリカ主導の金融秩序はより分断されたものへと変わりつつある。分断された世界地図をイメージしたデビットカード。今日4日目ですね。これは喜ばしいことだ。かつてのグローバル金融のハーブ&スポーク時代にはアメリカの金融政策、投資的な投資家、銀行の一般的な不始末がヨーロッパからの助けもあったが、世界中に危機を輸出した。それに比べれば現在の分散型金融システムは安定の源に見える。各国は金融システムが繰り返し起こす変動や暴落に対してより強くなっている。 FRB が1980年代以降のどの時点よりも急速に金利を引き上げたこの2年間、新興市場の暴落がなかったことを見ればわかるだろう。貧困国もまた新たな国家決済システムの稼働に伴い、自国の重要な金融インフラを構築し始めている。これらは競争上の脅威となるため、既存企業は不便なデジタルアーキテクチャをアップグレードしコスト削減を競っている。で、今日は4日目ですね。まあ、ということでですね、アメリカの金融政策とか、まあ、その銀行のやり方のまずさが、まあ、世界に危機を輸出したりしていまして、今回もアメリカは金利を上げてきたんですけれども、FRB がね。でも新興市場はそれに伴って暴落しなかったということで、結局そういうふうな新興市場とか、そのアメリカ以外 の、 その金融インフラが、まあ、かなり力を持ってきたということを、ここでは言ってますね。